ก็ยกแรกก็ดูเชิงก่อนครับยก2ก็เล็งยก3ก็เล็งครับก็เห็นอยู่ในคลิปครับ YouTube คือก็แข็งเตะขามือซ้ายด้วยครับ勝つのは当たり前でしっかり試合内容で見せます。応援よろしくお願いします。フィニッシュは KO で勝ちたいと思います。第6試合本日のセミイベントはスーパーバンタム級の3分5ラウンド延長なしで行われます。レベルスムエタイルールで行われる一戦です。ここからは国際試合になっていきます。タイからやってきましたペットヤソーダームラン・サラカム。彼は現在24歳ですけれども、まあ、いろんなタイ人の選手と同様にキャリアものすごく豊富です。78戦して57勝17敗4分けという戦績です。で、まあ、いろんな情報があるんですけれども、なんといっても新日本キックに去年の7月に出まして、まあ、この時にこの新日本キックのエースである江端睦月選手と判定で、まあ、敗れはしましたけれども試合をしました。でこの江端睦月選手は双子の兄弟 でその双子の兄弟の江端瑠衣選手がこれ小笠原英作選手にとっては非常にポイントになる選手です。そのあたりのお話は、重田さんにも伺っていこうというふうに後ほど思います。小笠原英作 ISKA 世界バンタム級チャンピオンのタイトル、クロスポイント吉祥寺の所属です。まあ、小学校5年生の時に入会をして、そこから実はアマでは10連敗をしていたというちょっと信じられないような過去があるんですけれども、そこからサウスポースタイルに変えて一気に力をつけてきたという選手で、去年なんですが、シェタさん、まあ、江端瑠衣選手とこれ相当激しい試合がありましたね。そうですね、まあ、ほとんど英作選手が支配していたんですけども、最後にカウンターで KO負けしましたよね。まあ、ここで江端越えをしたいというのが今の彼の一番のやっぱり目的でしょうか。そうですね、やっぱり国内55キロのナンバーワンというのはもう江端選手を倒してこそというふうに思いますので、まあ、そういった中で非常にこう、まあ、気合の入る関係性のある相手を迎えるということにもなります。まあ、できるなら今年中に再戦をしたいというふうに本人は話をしていますので、もうとにかくこの試合をまず勝って、その道のりを作っていきたい小笠原英作。首相撲でも十分にやれると手応えを口にしています。小笠原英作、今リングイン。ただいまより本日のセミファイナル、株式会社オールテック提供試合、スーパーバンタム級3分5ラウンドを行います。青コーナー160センチ、 54.8キロ、大国57勝17敗4分けマックスムエタイ55キログラム級王者、ペッドソーダームランサーカン。マックスムエタイの55キロ級のチャンピオン、ペッドソーダームランサラカム。赤コーナー165センチ、 55.2キロ、クロスポイント式場31勝4敗1分け ISKA 世界バンタム級王者、小笠原英作。リベンジロード進んでいけるか、小笠原英作。さてこの試合クロスポイント吉祥寺の小笠原英作選手が出てきますということで、深瀬さんにお話を伺っていきたいというふうに思いますが、はい、まあ、彼にとってはもう本当に一個一個上がっていくしかないという今状況ですよね。はい、まあ、今回相手がマックスメーターの55キロ級の王者で、はい、まあ、実力者なのは間違いないんですけど、まあ、その相手にもいい勝ち方ができるんじゃないかってぐらい英作は強いです。本人は勝つのは当たり前、内容が問われるというふうに前日計量で力強くコメントをしています。ただこれマックスメーターも結構これ大きなあのイベントですからね、重田さんね。そうですね、
そこの王者ですし、はい、まあ、やはり英作選手にとってやっぱりその江畑睦希選手が勝ってるっていう相手ですからね、ここは絶対落とせないし、しかもいい内容で勝ちたいですね。はい、まあ、とにかく自分の価値を上げるための一戦です。サウスポースタイル小笠原英作。お客さんも英作の試合のスピード感に驚くと思いますよ。まあ、彼は何といってもそのスピードですね。まあ、それをこう一つ見せてほしいというところになります。まあ、江畑戦でもそのスピードではかなり圧倒してました。このローキック、ね、いいローキックですね。スピードだけじゃなくてもうこの階級でパワーも結構抜けてると思うんで、はい、本当に倒す力を持ってますよ、ね。で本人は今回あのなんか随分首相撲の方も、まあ、ただこれ首相撲の展開に行かずに終わる可能性も十分ありますが、今はローブローになりました。結構やってきたっていう話をしていて、英作選手は相当自信持ってるみたいですね、深さんね。はい、まあ、このローキックは絶対に効かせれると思います、はい、早い段階からさすがにタイで、歴戦の勇者であるこの、ペッタヤソーにとってもこのローキックはなかなか未体験、はい、ボディタイってあまりローでガツガツ行く選手っていなくて、ムエタイってポイローのポイントってあんまり高くなくて、なんかミドルが高いんですよね。そうです、確かミドルとかその腰より上の高い蹴りがポイント高いんで、なんでこうやって英作みたいにガツガツローを蹴ってくる相手っていうのは相手はすごい嫌だと思います。おー、ここ引いた。さあ、バトルボディから上手ガードを固めます。まだペッタヤソーの顔はちょっと足効いてるんじゃないですか。ちょっと足流れています。早い。さあ、フィニッシュ、すごいキックでした。深志さんおっしゃった通りの快勝です。最高の勝ち方です。すごいですね、何もさせませんでした。早い。あのもちろん私も映像を見てますし、あの小笠原英作選手のこのスピードというのは体感はしてたんですが、これ生で見ると深志さんとんでもないですね。ただいまの試合は1ラウンドから引かせれるあのローキックも武器です。勝者、赤コーナー小笠原英作。この英作選手はあのいわゆるローは相手のダメージを蓄積するんじゃなくて、こう一発一発が深さん倒すキックですね。ローはね、もう早い段階からもう明らかに引かせれるんで、勝ちました小笠原英作選手には、ものすごい切れ味ですね。勝者賞が贈られます。これちょっと誰も文句言えませんっていう勝利でした。本当にそうです。なんか刀かなんかで切ってるような、すさまじい蹴りですよね。はい、改めて見てみましょ う、 もうこのローでも明らかに嫌がっていました、はい、そしてこれこの角度の方が分かりやすいかなと思います。そうですね、もうローに意識がいってるんで、もう全然上見えてないですもんね。はい。